物語は、大連の大広場が発端で、旅順の東京観散歩区ホルイへ移り、アジア号が走る南満州鉄道を経て、最後は、ハルビンへと展開して、ハルビンから待つ花江を渡った、太陽島で決着を迎える。ペトロフ事件は、探偵小説家、相川哲也の諸女作で、第二次世界大戦終了前に、日本の咀嚼地であった中国大連で、鬼面警部が、 ロシアの不豪の殺人事件を解決していく内容である。大連者としては有名な企業家宅業長、アカシアの大連以上に、戦前の大連の生活が詳細に描かれていて、その面でも注目されている。五族共和を胸とする満州帝国の玄関口にあたる、戦前の日本の咀嚼地、大連。元東京警視庁の鬼面警部は、ハルビンに派遣された後、大連。 坂口警察署で、ロシアの富豪のイバンペトロフが、夏屋川駅近くの夏屋川湖海岸の別荘地帯で、殺された事件を解決していく。ロシア革命後に、これに、反対の白系ロシア人と、革命支持派が入り乱れる、国際都市、大連が、主な舞台で、その後物語は、隣の旅順へ展開し、さらに、アジア号が走る南満州鉄道を経て、 ロシア人が建設したハルビンへ展開していき、ロシア語も堪能なオニツラ警部は、鉄道の時刻表を追って、アリバイの崩しに奔走して、ハルビンから待つ花江を渡った太陽島にて終局を迎える。1949年に、ミステリー専門雑誌、宝石が3周年を記念して募集した、長編小説コンテストに応募して、特別賞に輝き、 翌1950年に別冊に掲載されたもので、著者の少女作であると同時に、鬼面警部シリーズの始まりでもある。アリバイ崩しは当時会 W クロフッツの探偵小説が有名で、その影響を著者自身も認めていて、各章の名称も、ニコライ、不在証明を提出するなどと、まるで翻訳小説のようである。原稿はなどがあり、その都度著者が手を入れているが、 今広く読まれているのは公文社文庫版である。この本は当時の満州の地図、大連及びハルビンの地図、南満州鉄道及び大連旅順支線の時刻表も含み全体的にはフィクションであるので話の内容を半分差し引いても当時の警察署、交通事情、国際事情が探偵小説にありがちな詳細さでふんだんに書かれていてその面でも 起用型区域のアカシアの大連以上に注目されている。など、著者の相川哲也は、この本を各社で出版のたびに青春時代を過ごした中国東北部の状況を思う。相川哲也、ペトロフ事件の後書き。相川哲也、ペトロフ事件同部分。ありがとうございます。